はいどうもフランケンジです。今回はですね、明日と明後日、明日は東京コミックシティ、明日14日ですね、7月ので、15日が福岡のコミックシティに出展するんですけれども、それに持ってくミニ原画3点のメイキングになってます。はい、であのあれですね、両方とも展示はするんですけど、東京でもし売約が決まった場合はちょっと福岡では見れないみたいな感じになってますので、もしよかったらぜひどちらも遊びに来てください。はい、ということで今回はですね、前もなんだかんだ先々週かに行った名古屋遠征 の時の話をしたいと思います。名古屋行って、で帰りに静岡行って観光して帰ってきた話ですね。はい、で主目的は名古屋クリマで朝一でこうバーッと新幹線で行って、そのまま搬入してイベントしてきたんですけど、前日ま朝まで絵描いてて、2日間ともねめちゃくちゃ眠かったしかもなんか夜なんかホテルで寝れなくって、ムシムシしててね寝れなかったんやな。だからもう2日間ともめちゃくちゃ眠くって、そのままイベントやっていたんですけど、でもちょいちょいお客さん立ち寄りいただき本当にありがとうございました。で名古屋クリマのもう一つの目的はヤバトンを食べることですね。味噌カツ、俺が大好きな味噌カツ、もこのヤバトンのキャラクターと俺結婚したい。これめちゃくちゃうまいからね、名古屋行った時はぜひみんな食べに行ってみてください。何か所か駅地下とか名古屋の駅とか結構点在してたりするんで、よかったらぜひ行ってみてください。美味しすぎて2日連続行ったことあるレベルなんでそうそうそう。で、クリマ2日間終わったらね、その足で、鈍行で、浜松までね、各駅停車で行ってきました。2時間かかんなかったかな、2時間ぐらいだったかな。意外と近くって、普通に夜の9時ちょいぐらいに着いて、ホテルに着いたんですけど、ホテルがね、めっちゃくちゃ良かったので、なんか、もう温泉ついてて、で、飲み物飲み放題で、でなんか知んないけどカップラーメン1個贈呈しますって言って1個くれて、で部屋も部屋でなんかね半個室みたいな感じ、なんかねゲストハウスよりもなんか、その前にテーブルも使える、一人一人提供されてるみたいな、ちょっと特殊な作りの面白い作りのホテルだったんですけど、しかも値段が安いっていう、3000円だったかな、安かった。いいホテルに泊まって、その晩日はねがっつり寝て、温泉で癒されすぎたから、しかも温泉もなんか、ね、4種類ぐらい種類あって、サウナもあったしめっちゃ良かった。で翌日静岡の浜松観光なんですけど、そこで近くに浜松城があったんで、浜松城に行ってきました。浜松城なんかね記念日だったみたいで、たまたまなんかね無料で城内入れて、なんでせっかくなんで中に入っていろいろ見てきたんですけど、天守閣からの眺めも見てきて、曇りだったんであんまりいい眺めじゃなかったんですけどでなんかね俺が集めてる記念コインもあったからちゃっかり買って、でなんかね地下に井戸とかあって面白かったですよ。なんか表なんだっけ、こう長期戦になると水の確保大変だから、地下に城の地下によく昔は井戸作ってたんですみたいな、で実際にその井戸がまだあって、いやーいいなと思って、でもなんかねこじんまりとした城だったんですけど、なんかね結構良かったです。でそのままやっぱね俺静岡に行ったら一度爽やかっていうハンバーグの店がどうしても行きたくって、それも食べてきました。美味しかった。だから店員さんめっちゃ親切やったな、超いい人やった。でなんかこうバーッとこうソースをかけてやるんですけど、なんかね外がねカリッとはしてないんですけど、なんか外が割とねしっかりしてて、でも中はあんまり火が通ってなくてふわふわになってて、そのなんか、ね、ボリッと感というかね食感がすごいなんか普通のハンバーグと若干違くって美味しかったですね。でかかってるね野菜系のソースもね美味しかったです。また行きたいですね。なんかね平日やったしね、朝一で行ったからね全然並ばずに入れました。よかった。でそのままバスで宝光寺っていう山奥にあるね寺に行ったんですよ。なんか友達におすすめされて行ったんですけど、もともとぬくもりの森ってとこに行きたかったんですけど、雨予報が出てたんであんま雨だとここは楽しめないんじゃないかと思って、しかもなんかフクロウのカフェがなんかねちょうど定休日っていうか改装中みたいなや
ってなかったから、これちょっと別の機会に行こうと思って急遽場所を変えて鍾乳洞に行こうと思ったら、そこの近くに宝庫寺っていう寺もいいですよみたいな友達が教えてくれて行ってきたんですけど、めちゃくちゃ良かったっす。なんかね、山奥の山あいに森の中にね寺が建ってるんですけど、その道中にお坊さん、お坊さんじゃないお地蔵さんだ、お地蔵さんがなんかねすごいたくさん点在してて、1000体以上はいるんじゃないかな。すごいポツ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 ってめちゃくちゃたくさんいて、でその中をこう入っていくんですけど、めちゃくちゃね良かった。しかも若干小雨降ってたんですよ。なんていうの、その小雨が逆になんかね雰囲気にめっちゃマッチしてて、俺も超いいと思って、ここめちゃくちゃいいと思って、結構ね行って俺多分 3,40 分で帰るんだろうなと思ったら2時間ぐらい滞在してましたね寺の中とかも入れるんですけど、なんかね良かった、雰囲気良かった、すごい。なんかねちょっと登ると三重の塔とかあったり、なんかね橋渡ってちょっと階段登ったところに祠みたいなところがあって、そのね階段にめっちゃカニいたんやけど、カニ帰り道に取ろうと思ったらカニが1匹もその後ねものの20秒ないといなくなってて、びっくりしました。何やったらあのカニと思って、めっちゃたくさんいたのに。いやー、そんな宝光寺に行ってきたんです。宝光寺のなんかね奥にあるところにおみくじがあってこれはおみくじの映像なんですけど、これノンストップでお届けしますね。これめちゃくちゃ面白かった。なんかしかもこのね左にあるフナッシーのやつがねじわじわ来るよね。これ実際にフナッシー来てやったらしいですよ、これこのからくり感めっちゃいいと思っておみくじ引いてきました。まあ、結果はねなかなか良かったですよ、っていう感じの方向寺、ぜひねぜひ行ってみてほしい。良かったっす俺だけかな、だからめちゃくちゃ楽しめたよな俺、でそっからバスで5分ぐらいのところに龍河寺堂っていう鍾乳洞があって、そこに行ってきました。まあ元々のぬくもりの森の代わりの鍾乳洞、目的はこの鍾乳洞だったんですけど、行ってきてましたね。すんごいムシムシしてた雨だし湿気すごかったので、ね、ひんやりしてて気持ちよかったですよ。でなんかね鍾乳洞に来てみたいなのがねちょっとあって、前々からちょうどよかったと思って行ってきましたね。まあ鍾乳洞って感じですね。でなんかね一個一個のネーミングセンスがねすげえねとんち効いててよかったな。なんかね芸術品に名前を付ける人の気持ちってこんなんなんやろなみたいな、なんかなんかねホームページとか載ってるかな、なんかね可愛いんすよ、一個一個可愛げのあるネーミングがつけられててよかったっすね。でなんか出た後に鍾乳洞の中に持っていく滝とかも流れてるんですよ、その鍾乳洞龍河寺洞は。でその出たところにその中の川に実際に足をつかれるところがあって、そこに使ってたんですけど、なんか俺もね黄昏すぎててぼーっとして気づかなかったんやけど、足カチンコチンになっててもう冷水なんだよ気づかず俺もぼーっとしまくってて、もう10分ぐらいそこにいたんやけど足カチンカチンになってて帰り死ぬかと思いました。サンダルだったんですけど、っていう感じで、まあなんか出口のところになんか縁結びの鐘があった、ちゃっかりそれを鳴らして帰ってきました。はい、いやなかなかね楽しい旅でした今回も。浜松もう一回行きたいな。次はぬくもりの森に行きたいし、なんかね湖だっけ、なんかあるやんあっちも行きたいし、なんかね名古屋帰り楽しめるスポットがたくさんあってね、ちょっとまだまだいいっすね。静岡もそうだし、熱海も今度行くし、いやちょっとねこれからも楽しみっすね。いや浜松いいところでした、楽しみました。はい、でねあさっての福岡もねちゃっかり観光してくるんですよねちゃっかり観光してくるんですよね。うまく天候とかうまく噛み合えば、時間とかうまく噛み合えば、あのね滝を見てマス釣りして、その後フェリーで洞窟を見て、
帰ってきます。あとね、福岡タワーも登る予定いろいろとちょっとまた楽しみがたくさんあるんですけど、その様子もいつの動画になるか分かんないですけど、お届けしたいと思ってます。はい、なんで楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、でこのミニ画とね、あともう数点書きたいんですけど、動画とかツイートがなかったらさせてください。うん、っていう感じですねはい、じゃあぼちぼち完成ですねはい、じゃあ今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは。